よっしゃ行こう。せーの、スパパパーハニー。よっしゃ行くぞ。黄色黄色。ちゃんの生誕祭です。今日はきょうちゃんのことをたくさん笑顔にしたいと思います。おめでとう。楽しもう。きょうかさん誕生日おめでとうございます。いっぱいいっぱい今日はお祝いしたいと思います。頑張るぞ。 おはようございます。ついに今日きょうかちゃん生誕の日です。会場に来たらこんなに癖の強い装飾があって、きょうかちゃんらしい元気な感じの生誕祭で盛り上げられるように頑張ります。超おはようございます。今日はきょうちゃんの生誕祭当日です。生誕祭の作りが本当にきょうちゃんらしくて、きょうちゃんの衣装がいっぱい詰まった生誕祭になると思うので、一緒に楽しみましょう。今日はきょうちゃんの生誕祭です。きょうちゃんのニコニコなパフォーマンスが私は大好きなので、すごく楽しみです。今日は楽しみましょう。おはようございます。イエーイ。これは今日ですね、きょうちゃんと一緒に来たんですけど、学校が終わったご機嫌なきょうちゃんにおごってもらいました今日の主役におごってもらったので、本人以上に私も楽しみながら頑張りたいと思います。おめでとう、きょうちゃん。おはようございます。さっき渋谷早く着いたら、きょうちゃんから志保今どこにいるのって連絡来て、渋谷って言ったら、きょうちゃん機嫌いいからタリーズおごるし早く来てって言われて、おごってくれました、誕生日やのに今日も盛り上げます。イエーイ。おはようございます。スポポポポポニー、行こうかた。スポポポポニー、本日の主役星野京香です。イエーイ。星野京香ちゃん全く緊張しておりません。なぜかというと、とってもテンションが高いからです。見てください、この喜怒哀楽をいっぱい詰め込んでもらいました。すごいですね。イエーイイエーイ。超いいですね。とってもいい気分です。イエイ。というわけで今日の生誕祭楽しんでいきましょう。イエーイ。頑張るぞ。いっぱい祝ってもらうぞ。志保はどれが一番好き？これ。ねえ、りなちゃん
らどの曲が一番好き？これなんかせっかくこれきょうちゃんが貸してくれてかわいいかわいいってなってたのに、待って、ひなちゃんがひな、かわいい、違う、お花屋さんみたいって。そう、お花屋さんはかわいいと思いますよね。やば、ですよね。あ、これ何が一番やばいって、うん、私の顔一切見えないんですよ、うん、こんなかわいいあのやつがあるんですよ、ね、見せ方よ、見せ方ほら、こんな可愛いのに、ね、私一生見えないんですよこれでもきょうちゃんがそれでいいからこうしてって言った言ったの聞いた、言ってた、言ってたよね、言ったからいいやんね、お花が大好きだからお花。あ、そう、かわいいかわいい、めちゃくちゃ緊張してます。いつも私緊張性なんですよ、かけますの練習してました、鏡で、あのカバー曲、今回のカバー曲めっちゃ可愛いですよ、しょちゃんのソロも。これって絶対さ、ハイライトの手がいいね、セトリめちゃくちゃ好きです。ありがとうございます。みんな、はーい、みんな、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアキョウちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、おめでとう、いいのかな、かわいい、あ、え、おお、おいしい、生誕祭終わりました、イエーイ、想像の100万倍楽しくって、もう本当にあっという間でした。なんか自分の生誕祭のように楽しんじゃいました。楽しい時間ありがとうございました。きょうこちゃんがいい年になりますように、バイバイ。きょうちゃん生誕祭終わりました。やっぱきょうちゃんはなんかわんぱくらしいから、万博ってだけあってずっとニコニコ笑顔の楽しい生誕祭になったと思います。もうなんかこの振り私やったんですけど、初め覚えられてかなって考えたけど、なんか元から知ってる曲みたいに楽しく踊れました。きょうちゃんおめでとう。はい、きょうちゃん生誕祭ありがとうございました。もう初めて声出し OK の生誕祭で、なんかこんなに声出しあるのだけでもまた違うんだなって思いました。もうすっごい楽しかったです。
ょうちゃんのおかげですありがとうございました。これからもスポニーきょうちゃん、スポニーときょうちゃんのことも、私のこともよろしくお願いします。バイバーイ。今日はきょうちゃんの生誕祭、黄色がいっぱいで素敵な明るい生誕祭になったと思います。すごい楽しくて、私の生誕とは全然違って、なんだろうな、私はなんか感動したりとかする感じだったんですけど、きょうちゃんのは明るい元気いっぱいおめでとうって感じで、あのケーキを途中でね、きょうちゃんが食べたんですよそれがすごい衝撃的で、きょうちゃんらしくて可愛くて好きでしたお疲れ様でした。まあ、きょうちゃんの生誕祭終始ニコニコで、きょうちゃんすっごく可愛くて、なんか自分が誕生日かなってぐらい楽しくって嬉しくって最高でした。お疲れ様です。生誕祭2回目だったんですけど、皆さんの時とはまた違って、京香さんらしくて明るくて楽しい生誕祭で楽しかったです。お祝いもたくさんできました。誕生日おめでとうございます。きょうちゃん生誕祭ありがとうございました。今日は初の、シポニー初の声出し OK の生誕祭ということで、きょうちゃんコールがすごい、きょうちゃん愛で、きょうちゃんのもとにたくさん愛が届いたと思います。ありがとうございました。楽しかったね。本日は星野京香生誕祭ありがとうございました。いやね、生誕祭、スポポポポニー生誕祭の YouTube といえば、私のオチが皆様お楽しみかと思うんですけれども、いやね、今回私の生誕祭ということで、やっぱりね、あの他のメンバーにはオチは譲れません。生誕祭のオチは私の役割でございます。いやね、なんか一発ギャグでもして終わろうかなと思ったんですけれども、思いつかなくってですね。でも一つ私大きな大失態をしております。それはなんと、みんな楽しみにしててねって、あの見どころでもあった鶏のモノマネをし忘れていたんです。なので YouTube でさせてください。鶏のモノマネをしたらそこで動画が終了します。3、2、1。